はい、インディーズバンドルームさんのリーダーコートボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、お待たせいたしました。いつやんねんこれという意見も結構あったんですけども、杉山清隆さん、あ、杉山清隆のオメガトライブのサマーサスピションっていう、もうこれをやらんでどないすんねんとよく言われたんで、お久しぶり、もうじらしました。声ください、はよ。これでもめちゃくちゃ若い時ですよね。めちゃくちゃ若い時、あの杉山清隆さんがめちゃくちゃ若い時、うん、東京音楽祭っていうのがあって、はい、デビュー曲なんですよね、サマーサスピションって。そうなんですね。これがまたあの若い杉山清隆さんで、あの可愛らしい感じで、ヒゲある感じですか？ない感じです。あ、こんなにヒゲあるやつみたいな。あのね、あ、多分ファンの方が言われてたんですけど、はい、すごく可愛らしいんですよって、はあ、そういう感じの時代の、はあ、本当もうデビュー曲やから、デビューした時ぐらいじゃないんですかね。超爽やかな感じ出てくるってことですか、うん、いやー、うん、それをねちょっと見てみようかな。いや、今日はちょっとね、あの耳が癒される日でございます、はい、私、はい、やった、行きましょう、行きましょう、サマーサスピション、うい、12周年って書いてますね、この音。いかにも電子オルガンみたいな感じの、うわ、ええ声やわ、若っ。新人グループである、うん、わ、ええ子よ、わあ、なんか瞳がつぶらな感じで、うん、若い、ね、なんか少年みたいな感じの、なんかちょっとアイドルにいそうな感じの、あ、そうですよね、うん、結構マイク離してますね。近づけるともう、うん、やっぱりキンキンするんでしょうね。これでもすごい歌い方やな。これイヤーモニターないんですよ。ね、ないんやけど、普通のモニターが周りにないんですよ。ほんまや。よう音取れますね、これね、うん、うわ、やりにくそう、やりにくいっすね、これモニターなしでこんな広い空間で、うん、いや、しんど、多分横とかサイドどっかついてるんやろうけど、あーあああああ、ええ声、これやりにくい環境でやってますね。返しないって、返しこの辺やな、結構5メートルぐらい先っすよ。いや、でも遠いわ、はい、遠いわ、見てみました。だってあんだけ広い空間で天井高いとかなったら反響もついてくるから、うん、音、ね、音どうとんのみたいな感じになる。音の返りがめちゃくちゃ悪い環境でやってるなっていうのは今の、ね、今印象ですね。それでど真ん中よく当てますね。うん、いや、私あんだけモニター離れてたらモニター側に近づいていきますけどね。行きもへん行きもへん言うて。いや、やっぱりなんかあの歌うまい人って、まあ、耳でのフィードバックもそうなんですけど、こっから出てる音をもうなんかあの自動でなんかあのここから来てる音じゃなくて、自分の体の中でフィードバックしながら、うん、あ、当たってんなみたいなのをこう認識しながらやってるんでしょうね、うんうん、振動で分かる人がいるね。だからあれだ、ロックやってても外さないんだ、うん、杉山さん。あのね、大体のこの口の中の振動でモニターできる人っているんですけど、すごいな、うん、なんかこれそれできるの XJAPAN トシさんとか、ね、トシさんとかもそうですね、トシさんとかも、ね、だってあの頃ってその環境があんま良くないところでやってるから、基本的に今みたいに良くないから、でそういうめちゃくちゃなところでやったりとかもしてたから、やっぱりそういう経験のある人ってうまいこと音で取りますね、やっぱりモニターなくても天才だね。うん、これ耳もないし、あのフロアモニターもないですか、ね、前になんかだいたい足元に置いてるじゃないですか、ちょっとしたサイドで聞いてるのかもしれないけど、いや、サイドでもあれ聞こえないわ、
ちゃんと距離がむちゃくちゃでかいから、うん、言ったら俺らも1回だけその奈良の百年会館っていう大ホールでやったんですけど、はいはい、やったことあるんですけど、でそこでやった時ってめちゃくちゃ音の跳ね返りがその反射しすぎてボワンボワンするんですよ。ボワンボワンしてるんで どれが真の音なんかが分からんまんまやってた記憶がもう今でも鮮明に覚えてるんですけど、うん、すごい響くやん、あれマイクであーって言ったらあーって響くやん、みたいなどれが自分の声、そうそう、そんな感じになっちゃう、ね、これはまあなかなかやりにくい環境でやってますよね。すごいな、うん、これ真ん中だってほぼってか外してないじゃないですか絶対、うん、やばいわ。でもやっぱりこの頃の声が結構鋭いですから、鋭いやっぱり若い時で鋭い声が出るから、ね、こうやっぱりちょっとマイク離して、うんうん、あの芯を抜くんですよね、うん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 、だからマイクワークもすごい上手いですよね、うんうんうん、そういう歌い方してるなと思いながら見てましたけどね、うん、いやでもやっぱええ声ですね、ええ声ですね、ええ声です。これだからこれもまたあのドライブで聴かなあかんねんけどな、もうこれドライブセット作ろうか俺、あの作りましょう、今時 CD ちゃうけどな、ええ、あのスマホでいけるんやけどカセットテープであえて作って昔はやったもんですよ、インデックスに書いてね、デートの時はこれやとかねありましたね、あったんですよ、ありましたね、デート用言うてね、デート用とかカセット自分で作るのが楽しかったんですよこういう時をとかね、はいはいはい、釣り行く時をとかね、いやでもこの曲はもうあの夜のもう高速道路ですよ、まあ、反抗ですよ、うんうんうん、それもあのね、クリスタルキングの蜃気楼とともにこれを聴くと、そうまあまあ暑い時です、ちょっと夜景のビルを眺めながらっていう感じで、このなんか電子音の感じがもう都会ーいう感じじゃないですかいやいいな、このなんかあの高音抜けるところがもうスカーンみたいな感じの声が出るじゃないですか、うんうん、もうなんかあのよどんでたものが全部クリアになるみたいな感じの、やっぱりこの倍音多いですから、ね、あの杉山京太さんも、うんうん、だからこうそんなにキー高い方じゃないんだけど、うんうんうん、その高音成分がうまいこと入ってるからちゃんと聞こえるんですよね、カーンってポーンと聞こえるんですよ、声の抜けがいいというか、めちゃくちゃいいです、ね、やっぱりこれデビュー当時の若い時ってやっぱり、声に威力が、うん、威力というか鋭さっていうか、うんうん、これはこれでまた聞いてます、うん、ね、現在の歌唱と比べてもこれはこれでいいなと思うんですよ、ね、そうですね、パンチがやっぱあの勢いがあってすごいいいですよね、うん、今はもう本当になんていうんですかね、こう角が全部丸くなって、うん、なんかすごいこう柔らかい発声なんですけど、でも芯のあのスコンっていう要素は残ってるみたいなところはあるんで、いやでもなんかすごいです、なんかやすやすとね決まってないのにあんな音量出んねんみたいな、うんうん、やばいやばい、ワンインチあんまりだからこう必死に歌う感ないですよ ね、 ね、ないですないです、なんかこう前にかかりウィーってやったりとか苦しそうにやるとかっていうのはあんまないです、ね、こうパッ楽しみちょっとニコニコしながらみたいな感じで、うんうん、その辺がいいですね、ちょっとこの余裕感と、ね、シティポップあんまり一生懸命歌う曲じゃないじゃないですか確かに、ね、シティポップこんな苦しそうにってやったらちょっとくどいやん、くどいっていうかなんか異質ですよね、うん、軽快な曲やのに、あんまそんなに決まって歌われてもみたいなのあるもんな、でもシティポップってむずいっすよね、そう考えたら、でもあれですやんか、チキンジョージのあのライブ、ね、ファイウェイスターやったっけ、あれ見た時は結構やってましたよ、だからね、やっぱりもともとロックである程度その歌唱力を鍛え上げてるからこそあんな芯の強いどんな音質もくぐり抜けて出します声みたいな感じの発声になるんでしょうね、鋭いほんまに、でも基礎はやっぱりこの体感がいいからっていうのはあると思うんですけどね、鋭いわ、これまあ見た目がなんかあの当時あの僕かぶったんがカンさんって言ってたでしょ、愛は勝つの、あんな感じやなと思って、見た目がはい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 、カンさんもこんな感じやったなと思って、最初の若い時ね、カンさんね、うん、うわあ、私あのかすかにここら辺であこんな人っていうのは知ってますよ、うんうんうん、あのテレビでちょいちょいカンさんのね歌聞くんで、うん、爽やかいな、でもランさんも杉山清隆さん自体をまず知らなかったでしょ、全く知らなかったで、まあ、なかなかでも30代で知ってる人っていないんだな、はい、そうですね、で僕はもうその聞いてはなかったんですけど当時ね、で
レンタル CD 屋には常にこう、うん、なんか置いてたなっていうのは覚えてたんで、はい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 、うん、でこういう歌を歌われてるんだなっていうのはね。で夏物語の方は僕聞いたことあるんですよ、うんうんうん、CM かなんかあったのかな、で多分聞いてると思うんですよ、うん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 、で今回このデビュー曲のサマーサスピションっていう ね、あのこれもシティポップシリーズをまたやってもいいかもしれないしね。もうシティポップ中のシティポップっていう感じの曲でした ね、あのシンセサイザーのピャーンいう音ね、そう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 、ショワっていう感じのピャーンっていう音ね、うん、ピャーンいう音ねでもなんかその音聞いたら時代わかりますよね、うん、ほんまにでも本当にそのなんかシンセサイザーバチバチの音源にあの声がぴったり合うんですよね、うんうんうん、まあ、それを見越して、まあ、プロデューサーさんもね、あのこの曲歌ってっていうふうにやってらっしゃったと思うんですけど、ね、世の中にはこんなに声のいい人がいっぱいいるんだよっていう、ね、ほんまええ声。でもなんか今の時代でこういう声ってあんまり聞かんかな、聞けない。大体新たにデビューする人とか、ね、ここ10年でデビューした人でこういう感じの声の人っていないような気すんねんけどな。まあ僕はその前聞いてる範囲が狭いからっていうのもあるんやろうけど。いやでも私もある程度は聞いてるんですけど、うん、このスコンっていくんやけど、ストレートでかつなんて言うんですかね、なんだろうな、すごいこう、まあ、いわゆるワンインチ系じゃないですか、うん、言ったらワンインチ系ってね、これまあ説明しないといけないんですよ、あの新しい人が見てるんで、なんていうか初速だから予備動作がない状態で、そう、初速、あの予備動作がないしのブルース・リーのワンインチパンチから取って、はい、僕らが勝手にワンインチボイスって言ってこうパンチするとき、威力のあるパンチするときこうするじゃないですか、うん、こう構えるっていうのがワンインチパンチってここからこうやからな、あのここからワンインチの距離からパンチやったやつがすごい威力でバーンと吹っ飛ぶっていうのがある。それを声で表したのがワンインチボイスで、そうですそのワンインチボイスって書いた T シャツを岩崎宏美さんに あげて岩崎宏美さんが来て写真あの自分のインスタで上げてくれるっていう、こうやって映ってくれてるやつをね、事件があったんですけどね、はいはい、まあ、その、 あのやっぱり昭和の歌手の方ってそのワンインチボイスを皆さん持ってはるんですよ、うん、やっぱここの体の使い方の基礎がもうやってるんで、皆さんトレーニングをきっちり、うん、だからそれがないんですよ今の人って、うん、あのそれをごまかすために口の中で作ってちょっとなんか外人寄りの発声の仕方を真似してやってますみたいな人がほとんどなんですよね今。これでもこういう杉山さんみたいなこういう声の出し方って意外と喉をね負担かけるとか強くないとできなかったりとか、うんうん、しんどいんですよね、あの慣れてない人やるとむせるんですよこれやると。結構出てるんで、うんうんうん、あの声帯震わせてるんで、それができるっていうのはやっぱりあの普段からあのトレーニングももちろんいりますし、うん、生半可にこうやったら喉言わすよっていう声量ですね、まあ、なんかあの 1番歌ったらもう2番行く時に声枯れたりとかしますねなるんで、うん、やっぱり慣れてないと無理ですねこれは。もともとやっぱりずっとなでもロックやってる人って多分そうかもしれないよね、ロックから来てるかもね、すごいっすもんね、ロックやってて、はい、やっぱり声の使う分量がちゃうやん、うん、ロックって、だってもうずっと前に出さなあかんのでロックって、うん、だからまあ、よくありがちなのがロックスターって声潰すっていうのがね、うん、なんか宿命ではないんですけど、うん、怒りやすいんですよね、どうしてもこう力入れて歌っちゃうんで、うん、だからこの方もともとやっぱりここの体力がもうね、もう尋常じゃないぐらいすごいっていうところがあるんで、うん、だから声帯をこんだけ震わせてもいけるっていう人、うん、僕がでも同じ声を出そうとして頑張ったら絶対むせるんですよ。いやむせますね、私もむせるわ、それイガイガが出てくるんで、なんかそのブルブルになんか声帯が耐えきれへんみたいな、そう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 ってなるんですけど、やっぱりね、その体の違いもあったりとか、うんうんうん、で強い人って元から強い人ってやっぱ強かったりするんでね、あれも持って生まれた能力ですよね、本当に声帯の強さって、うん、なかなかその鍛えてどうのこうのするっていうのはできへん部分でもあったりもするんですけど、で今ってそこら辺をなるべく使わないように歌う人が多いんですよ、怪我しないように、怪我しないように、うん、まあ、あの物理的に声量がそんなにないような歌い方だったりとか、うんうん、あとはもういわゆるのどかっぴらく歌い方ですよね、うんうんうん、
まあ、そういった形でもうあまりにも締めすぎて声を潰さないようなっていう風な歌い方が今主流になってきてるのと、平井堅さんとかエグザイルが流行った時、はいはい、がもうあれやん、喉かっぴらく締めるよりもかっぴらく方に行ったもんね、はい、転換期がそこですね。で鼻から出すみたいな、はいはいはい、鼻から抜けるっていうか、はーみたいなね、はーみたいな、そういう歌い方が早、はい、もういまだにそれがずっと続いてるもんな、はい、続いてますね。こういうなんかスカーンとこう、はい、切れ味抜群みたいな感じっていうのがあんまりないんですよね。昔はねよく切れる歯がいっぱいあったんですけれどもいろんな種類のね切れ味の刃物があったんですけど、切れ味の 歯があったんですけどね今はもう丸なって持ってこう、丸なって持って、ね、あんまり聞かへんなで、こういう、なんだろう、聞いてて、おすごっっていう歌ってあんまなんか聞かないんです。まあ、実際その、まあ、今一応声量があってそれなりにこう難しい歌も歌うよねっていうのがオフィシャルヒゲダンディズムっていう人が言ってるんですけど、どちらかというと切れ味がすごいかって言ったらもうハスキー寄りの声なんで、うん、ちょっと違うよねっていうようなところがあるんですよね。いまだに残って切れ味すごいなっていう私の中で あの歌い手さんはもうビーズの稲葉さんでございます。ああ変わらん、あの方は変わらん変わらん、ずっと変わらん、あのまんまみたいな、あのまんまですからね、あのまんまなんですよ。でもなんかまだ鋭さで言ったら、うん、あの方がまだ際立つんですよね。うるっとるっそーるって感じですね。そうそう、懐かしいな、なんて言うんですかね、あの、うん、ビーズもやろうかな。ビーズのちょっと俺その詳しくはないんですけど昔聞いてたからね、はい、いや私もなんか聞いてる方なんで、僕らはほんま小町エンジェルのがめっちゃかかってた時代そう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 あれね結構衝撃やったからな、うん、でも またそれもやるかなと思うんですけど、いやもうね、いやでもね、こんな日本にいい声の人が、うん、このなんか切れ味抜群の時代もいいなと思いますね。一番いいのが未だに歌っていただけるっていうところが一番いい。それ大事、続けていただいてるというのが大事です。続けていただいてるということを見に行けるということですから、そうでございます。今後ともね、あの杉山清太さんも、はい、もういっぱいライブやっていただいて、はい、いつか見に行くんで、絶対見に行きますということで、はい、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てやー、ありがとうございます。でもこのさ、時代を生きてた人ってさ、いい時代やったやんか。で、ね、その時代との曲の結びつきってすごいあると思うんだよね。あ、うん、俺らでもまああるやんか、その自分の生きてた時代の曲ってさ、うんうん、やっぱり青春の曲って一番覚えてたりするんだけど、当時の青春ってそのシティポップって華やかな時代だもんね。そうですよ、曲もなんかきらびやかな曲多かったじゃないですか、うん、なんか本当になんか音色がキラキラしてるっていうか、うん、ね、なんかバブリーっていう感じよねなんかね、そういうこの時代はそうやったからね。そんな考えたら一番いい時代やったんちゃう。ちょっとこうなんていうのかな、暗い曲が多いです今は、うんうんうん、どちらかというとこの頃はだからもう、ね、夜ちょっとこうおしゃれに飲みに出かけたりとか、今みたいにまずね居酒屋がなかった。え、嘘？うん、え、ないんですか？こんなに居酒屋がなかった。で、こういう時、多分80年代ぐらいってちょっとおしゃれなレストランみたいなのちゃうかったかな、はあ、炒飯とかいう、イタリアンもあんまりなかった。なんか、うん、まあ炒飯フレンチぐらいかな。え、じゃ、え、世の中のサラリーマンって何してたんですか？ホテルのレストランっていうか、まだね、飲食店の数が今ほどなかったよね。で、居酒屋っていうのがもう出だしたんがバブル終わってからぐらいも。そうなんだ。居酒屋文化ってそんなになかったで。居酒屋というかね、この時期ロバタ焼きっていう表現かな。居酒屋っていうのはそういう文化がまだこの80年代ってそんなに、マジっすか、私衝撃なんですけど。あるんやけど、まあ、ここまでなんかもうね、今どこもかしこも居酒屋やん、ね、あの石投げたらもう居酒屋すぐ見つかるみたいなね、感じの石投げたらあかんでいや、よう言うんですよ、京都で石投げたら絶対あの京なんかこう大学生にぶつかるっていうぐらい大学生多いっていうような表現しとったんで、うん、
と思いますよ。なんだ、私ちょっとすごいショック。それ居酒屋自体がそんなに、だから仕事終わりのサラリーマンって、だからあの、あんねん、だから行くって言ったらそういうガサツなとこ行くかおしゃれなとこ行くかですよね。京橋の裏みたいなのあるやん、はい、大阪で言うたら、はい、なんかあの昼間からそう、ね、あれはあのまんまあったんやけど、今みたいに普通の場所にさ、オフィス街に居酒屋ボンボンできてるやん。ありますね、大阪で言ったら御堂筋、堺筋のあのところにボン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 居酒屋っていうのがあるやんか、はいはいはい、あんなんはなかったと思う。まあでもどこで飲んでんねやろその人たちって私らからしたら思うんですけど、うん、でもその時代生きてる人たちって別にないのが当たり前やから、うん、それはね、なるんでね。で、はあ、90年代ぐらいがどんどんちょっと居酒屋がやっぱりそのいろいろなこうストレスをそこでこう何やろな、そう、あのカジュアルな飲みっていうのがバブル終わってから加速したんじゃない。でバブルの頃ってちょっと金持ちっぽいことをしたい人が多かったよ。まあでもあのお金がある時代だったんで、うん、やることなんですけど結構まあ派手でしたもんね。で俺が高3の時にバブルだから95年ちょうどそうや、 Windows95 の時にバブル崩壊や、うん、95年にバブル崩壊して、あれもうちょっと前ちゃいましたね、94やったっけ。いや91年、あそれはまだまだ91年ってだって花箱終わってからやからまだバブル真っ最中。そうなんですか。90年が早い花箱ですから。あ、そうなんですね。多分だから90、あでも95年が阪神淡路大震災か。そうです、95年の1月なんで、もうちょっと前かな。うん、でもバブル崩壊して、でそっからどんどんそういうカジュアル飲みっていうのが、まあ、ね、居酒屋ってカジュアルやから、でそういう居酒屋とか で、ね、で当時はそのバブルの頃っておしゃれな店が行こうとすんねんけど、 もうバブル崩壊したら逆にもうリーズナブルで、まあそうですよね。でガサツブームというか、その京橋の大衆酒場ブームっていうのが安く飲めるみたいなね。多分そんな感じやと、多分僕の予想っていうかあんまり詳しく見てないんですけど、そんな感じやったと思うんですけどね。まあ、その文化が実は日本独自なんで、居酒屋っていうのは、うん、韓国でもその居酒屋ってなったら日本独自の文化ですみたいな表現の仕方するんで、居酒屋っていうあのなんか普通のお酒飲むところがあるぐらいなんで、昔はだから居酒屋って言ったらもうそういう、ね、そういう地域にしかなかったもんよね。ああようある感じだな。大阪しか知らんけど、はいはい、天王寺の、まあ東京やったらどこや、御徒町とかあの辺か、上野とかあの辺の、はいはいはい、個人のちっちゃい店が個人でこじんまりとやってるような感じでね、はいはい、そこしかなかったんけど、今ってもうオフィス街とかそのね、まあ、そうですね、都会のど真ん中とか、ね、普通のところに居酒屋があるやんか。で昔はそういうごちゃっとしたところに行くか、大阪やったら難波、心斎橋でちょっとおしゃれなとこ行くかっていう風な感じだったと思いますよ。でも今はもう全国にそのどの土地にも居酒屋がはびこってる。カルチャーショックです。カルチャーショック、うん、杉山さんの曲とかもうもろにそのバブルのちょっとおしゃれな世代も、ね、おしゃれなそのレストランでかかっててもおかしくないぐらいのね、うん、おしゃれティーな曲じゃないですか、うん、だから多分その時代の人ってこの曲を聴くとそういう時代背景がすごい出てくるんじゃないかなって、まあ、出てきそうですよね。古き良き時代っていうか、うん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 、80年代って良き時代なんじゃないかな、ね、世の中がこう上向いてる時やから、そうそう活気のある時でしたもんね、うん、ねいい な全部じゃなくていいか、半分ぐらいでもそういう風な時代に戻ってくれたらいいんですけどね。そうするとね、いろいろなんかいいようにことが運んでいくと思いますね。楽しい時代を過ごしてから死にたいんですけど。そうですよ。ね。ね。なんか、うん、まあまあ楽しいですけどね、これもね。うんうん、はい、はい、ということで、はい、おショットでございました。ありがとうございます。10月秋の。